子供の頃に聞いたおとぎ話には真実があると思いますか？彼女のことはよくわかっていない。これはガーデニングが大好きな女の子の話です。わかっているのは、彼女はマウイのキーヘイに住んでいて、家を出るのが好きではなく、のんびりするのが好きだったということ。22歳の誕生日まで、彼女はとっても退屈な生活を送っていた。友達がみんな働き始めたり、結婚したり、子供を産んだりしたのに、彼女の人生には何も特別なことがなかった。彼女はまるで蜘蛛の巣に引っかかっているかのように感じた。彼女はもっと何かが欲しかった。しかし彼女の人生はすぐに変わった。彼女が住んでいた町では太陽の光は常に燃えるように熱く迷惑なほどに明るい。ある日の午後、彼女が郵便受けをチェックすると人が一つ入っていた。人の中には不思議な種が入っていた。種は灰色がかった緑だった。種はまるで植物から取り出されたばかりかのようにまだぬるぬるしていた。彼女は知っていた。種はまだ新鮮で植えるのに最適な時間だったのだ。彼女はすぐに特別な植物のために取っておいたお気に入りの中型の鉢に種をまき、その鉢を裏庭の日当たりのいい場所に置いた。ガーデニングは彼女が退屈な現実から逃避できる活動だったようだ。彼女は種のことが気になって特徴をググった。彼女は植物や種に関する多くの記事を読んだ。結局、同じ種を見つけることはできなかった。どんな植物なのかわからなかったが、忘れずに水をやるようにした。仕事もないし、ペットもないので、彼女は植物の世話をすることに全ての時間を費やした。ある日、彼女が庭で植物に水をやっていると、植木鉢の近くでかすかなドクドクという行動のようなものを感じた。彼女は土の表面に手を置いた。不思議なことに、本当に誰かの心臓の鼓動のように感じた。彼女はスリルが嫌いじゃないし、まるで本当におとぎ話の中にいるかのように思っていた。それで彼女は来る日も来る日も植木鉢に水をやり続けた。ついにスルクサが土から発芽し始めた。彼女はとっても幸せだった。この道の植物をよく世話していると誇らしく思った。70日後、スルクサのようやく一つの鮮やかな色のメロンの実がなった。暑い日には何がゴツゴツした音がメロンから以前よりも大きく聞こえてきた。ついにある日、彼女はメロンを着てみることにした。こんなに暑くて晴れた日ならメロンを着て食べても誰も彼女を責めないだろう。すると驚いたことにメロンの中には人間のように見える小さな生き物がいた。彼女はこのメロンの赤ちゃんを育てることにした。粉ミルクを飲ませて住むためにドールハウスも買った。その小さな人間は言葉を学ぶことがなく、それは謎だった。彼女は小さな人間に執着し、
自分の子供のように思った。しかし、ある日、種をまいてからちょうど3年後、小さな人間に羽が生えた。小さな人間が彼女をじっと見つめたとき、時間が止まったように感じた。彼女は泣き始め、どういうわけかさよならの時間が来たとした。それで小さな人間と彼女は明るい午後にもう一度庭に出た。小さな人間は空を見上げて太陽に向かって羽ばたいた。それは彼女がメロンの子を見た最後の時だった。彼女はそれからもずっとメロンの子を待っていたが、メロンの子は戻ってこなかった。メロンの子がどうなったのか誰も知らないのだ。もう二度とおとぎ話のようなことは起こらなかった。